ちょろっと席に皆さん戻りになりましたけどね。いや、そんなに静まり返らなくて。さっきも最初に言ったんで、そんなに堅苦しい、うちらはそういう内容ではございません。団体ではございませんので、有限会社深爪と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年はね、前半それほどの絡みはなかったんですけども、夏以降、今日もちょっとお見えになってるんですけども、私のご代理であります、横町の西勝寺さんっていうところの、はい、来ていただいてるんです。住職のね、はい、でそこで、落語会がありまして、そこを皮切りにね、先月は、そこをご縁で昨年の6月に、750回忌でしたけど、間違いじゃないでしょうか、住職の、斉藤優子さんと、縁がありまして、で今年11月に毎年、今年で7回目7回目だっけ、って言っちゃう、てっちゃん忙しいから7回目、斉藤優子さん、ね、皆さんご存知だと思うんですけども、近江出身のマリンバの、ね、方で、30代半ばの方なんですけども、ご縁ができて、キララで7回目のコンサートで私ら深爪をなんと呼んでいただきまして、はい、すごく3部構成で、ゆうこさんの仲間とその2部に私たちに出していただきました。本当にでここが最後ということで、ね、4人でやるのが今年これで最後、これは最後なんですけども、皆さんこんなにたくさん入っていただいて本当ですものすごく緊張してるんですけども、楽しくいきます、はい、よろしいでしょうかね。はい、じゃあいつも恒例のこんな曲から聴いてください。みんなも乱すように愛と
80年代ぐらいですかねの歌謡曲を中心にですね、いい曲いっぱいありますね。いっぱいありますよね。はい、どこかで聞いたことがあるようなことを やりたいなということで、はい、次にやる曲はですね、実は造影がやってます。あちらで今キーボード弾いてますね、小林美穂が歌います。お前釣ったそれひょっとしてそこにある。谷村さんは釣っておりませんから、伊藤屋挑戦さんですとか、はい、あちこちね頑張っております。そう、まず釣るんですよ。そうそうそう。気は優しくて力持ちみたいなね。経営者は旦那さんなんですけどもね、もう一生懸命ね、はい、手伝って、はい、手かじかみながらね、で終わってきてからピアノですからね、大変だと思います。そんな彼女がですね、ちょっと都会にいた頃を思い出してね。俺が弾けるんだよ、これで。あまりギター気にしないでください。弾いてください。
幸せすぎたのに
示されてますけど、かなり坂井正明さんとは有名な、さらなる恋人。そうですね、一方的にね、捨て女を捨てて行っちゃうんですよ。テーブルの上に手紙書いて、ね、そういう、どういう、そういうことしちゃダメですよ、そういうことしちゃう。誰がしたんですか、俺か。工藤さんはね、女性を任せてきたみたいですか。多分悪いこと悪かったと思う。はい、そんなもんじゃないかと思うんだけどね。大体そう言われる、言われることが言われます。はい、でもこれもお金で謝ったらどうか。そうですね、この年になるとね、今のうちに謝っといた方が、はい、あとはね、正直お世話になるばっかりなんで、はい、今日もね、たまたまの、っていうか最近、まあね、夜年同級生も結構いるんですけども、いいパンツをね、見つけたんですよ。いいパンツ、いいパンツ見つけたんで、なんかね、マンカウス行ったら、そう、別にT シャツを買いに行ったんですけどね、それが、ちょうどバッグを見て、T シャツを見に行こうと思ったら、ちょうどパンツ売り場があった、ね、ブリーフって言った方がいいのかな、パンツ売り場です。そこに、何個かこう展示されてて、多少の尿漏れは OK みたいな。で触ってみたら、ちょっとね、生地と生地の間にちょっとなんかこう入ってて、で多少のあれは吸い取ってくれるし、匂いも漏らさない。すぐ買いました。すぐ買いました。そう、一つじゃダメだから2つ買った2つ買った。うん、あれだ、そうです。何色ね、何色あ、ベージュです。バカです。まあ2色しかなかったんですよ。はい、1足ずつ買いました。真っ赤な幸せだった。あ、真っ赤ね、真っ赤のね、俺最初に履きましたよ。赤いやつはいいって言いますから、はい、還暦にもらった、はい、娘からまたパンツを履きました。はい、そうですね。あ、すごいですね。何色のパンツ履いてるのとか、なんかそのライブでこう、ライブならではね。何色ですか？何色ですか今日？今日何色？真っ赤ですか？あ、僕と同じだ。頑張ろう。いらっしゃるんですね。ということでですね、我々あんまり聞いてもらうの分かる通り、あんまり普通のバンドがやらない曲やります。で、次からやるのも多分そうだと思うんですけども、3人コーラスができる人がいないとこれはちょっと厳しいですっていうのは、別に俺らがすごいんだぞって言ってるわけじゃないんですけども、そう、何言ってるかね、とにかく、まあそういうことで聞いてください。これはね、1983年に、とあるグループが10年かけて1位でのオリコンの1位を取った曲です。ということで、行きましょう。はい。Thank you.
ありがとうございます。メリーアンという曲を聴いていただきました。はい、で次はね、また同じくアルフィーというグループなんですけども、今度は切ないかと思いあなたは気づかないという、そういうのを今度また哲郎先生に、ね、歌ってもらおうかなと。これからとか言ってるとまずいもんですよね。大丈夫大丈夫。
こうやって人一人かまってばっかりだとね、いつかこうなんかこう大きな失敗がするような気がして、ね、それはあれですね、昨年もあれでしたね、ここで、海賊船、そうなんですね、来ていただいてありがとうございました。昨年はあの海賊船とあと工藤武史という2組で、ね、私はそのお供でギターを、お供じゃなくて当時は、私一人の方で工藤さんと一緒に聴かせてもらったんですけども、あの昨年いらしてた方はいらっしゃいますか？あ、いらっしゃいます、ありがとうございます。ですね、こう有限会社深爪という名前になると、まあ、多分昨年とはだいぶラインナップが変わってるかと思います。そうですね、2倍になりましたもんね、人数がね。工藤武史さんが、ね、青春を張ってわせではないっていうのがよくよくわかりましたね。全然ないですね、全然ないですね。本当はね、そこにやっぱビールチョッキがこう、ね、並んでてほしいんですよ、僕としては ね、いや、皆さんもそうだよね、多分ね、そう、はい、缶ビールぐらいね、攻めていくと思うんですけど、まあ、建物自体がね、まあ、もしこれ終わってから、ね、ご自宅で、途中で引っかかってもらっても結構ですし、ね、じっくりやっていただければありがたいなと。このあとね、お送りする曲なんですけども、11月に、斉藤由子さんの、ライブに呼んでいただいて、そこでぜひ歌ってほしいと。最初ね、1ヶ月ぐらいしか聴けなかったんで、もうこの正直ね、年齢、ノーでしょ覚えられるかどうか、そっちの方が心配すごく心配したんですけども、一回聴いたらものすごくいい曲で、ぜひ歌いたいという気持ちに変わったんです。ただ、うちはやかましかったと思うんです。四六時中、車に乗ってもうちの中でもこの曲をかけて練習ずっと1ヶ月やりました、ね、はい、頑張ってね。そうしないとねダメな脳になってきてるでもあの本番はちゃんと歌えたんで、今年でその1回で終わるのは、最初はねこの曲やるはずではなかったんです。で、私も立ってのこう、ね、あの時1回で終わるのはちょっとせっかく1ヶ月もかけて頑張ったのに、もう一回歌わせてくれということで、今日お送りします、命の歌っていう曲、聴いてください。Oh,
幸せな気分なんです。で、ちょっとトイレ行った時に あの辺のちょっと出入り口の横に、ポスターが2枚同じものが飾ってあるんですけども、私の、50年前にデビューした時のナポレオンの右手のようなジャケット、ね、いただいたんですよね。それで、その後に、出しました「豚が銭湯にやってきた」っていうシングル版のジャケット、それから今お送りする、私が引退したでこちらに戻った後に、発売された過ぎ去る日々という曲がなぜかねこっちでサラリーマンやってたんですけども、レコード会社が、出した、それヒットするわけがないんですけども紅白を狙おうかと久々に、お送りします過ぎ去る日々という曲です。
砂と牛の姿の愛を囁きかける、その下に今日は5枚だけ先着5名、税込み1000円冗談です、欲しい方は5名の方この前もね、あのなんだ、そば祭りで行ってて、買いますって来たらうちの奥さんが売るのあげないの、そうだねもらって聞いていただけるだけありがたいかねっていうことで、持っていただいたんですけど、今日も5枚用意してありますので、ね、帰りの車の中で聞きたい方、ね、本当は1000円ですですけど、どうぞお持ち帰りください。歌はね、本物でしたけど、ちょっとバッグがかなりあれしかだいぶ違うあの本物、バッグも本物にしたい方ぜひCDも聞いていただけるともう40年ぐらい前の声なので可愛い声なんですよ。飲んないですよ。またね、次お送りする曲なんですけども、ね、テレビコマーシャルなどで結構ね、流れてる曲です。新しいところ聞こえたんですね、はい、私としては新しい、ね、若い人にしたらもう過去の曲になるのかなと思いますけども、これ昨年やったんです。
昨年やりましたね、はい、ったね。それをそう4人で、はい、こうコーラスを交えて、ね、深爪としてお送りいたします。海の声。
クレイジーキャッツをね、すごく思い出しません？ね、あの彼らのね、笑いはもうついここで何か言うよとかこの曲 やるって言った時から何かおかしいんだけど今日はこらえました、皆さんが笑うまで笑わないでその後に、ね、あのいつもあのお姉さんを思って、書いた曲が正直もうね、号泣でちょっと後ろに退散したんですけども、私もね、まあ、いろんな皆さんもね、後ろからこう私拝見したんですけども、ハンカチを拭ってた方もたくさんいらっしゃって、五十嵐さん、こすね、こすいわと思ってね、本当にあのイントロ聞いただけでね、なんかこう、もうこの辺がね、もうね、いろいろあるんです、思い出しますよね、いろんな人を思い出します。いい、高砂さんのあのまたね、の透明な、ね、声がかぶさってくるっていう、本当にあの一緒にやらせていただいてありがたいんですけども、今度ね、ちょっとまた面白い、であのちょっと静かな曲が続いたんで、はい、ちょっと賑やかな曲をお送りしたいと思いますね。手拍子なんかいただいたらありがたいんですけども、これねトカという楽器なんですけども、これを振っていただいても結構ですね。あの今配ってまいりますから、ね、参加型、これはね参加型なんです。彼らが一生懸命歌いますので、ね、私はあのお茶の様子係です。
昭和の名曲シリーズ、いかがだったでしょうか。待ち伏せの曲振りはちょっと間違いだったんで、なんでものすごいなんか勢いでいったけど、結構切ない曲だったんですか。まあそうかもしれないね。いいんだよ、どうせあんた待てないでしょ。待てないだそうです。待ち伏せをするタイプないと思います。そんな姑息な手は多分使わないっていうのか、そんな気がしますね。直球一本勝負みたいな。正解、あ、よかった、ピンポーンだって。まあ、そんなことはどうでもいいんですけども、せっかくなので、メンバー紹介などしたいと思います。一番さっきからいじられてますけど、一番端におりますキーボードです。造園部やってます小林美穂です。たまにキーボードを弾いたり、ピアノの先生をやったりしております。その隣ですね、今度は、ちょっと派手な柄の服を着ております。上田哲郎ギター。ありがとうございます。これがですね、たけしさんからさ、先日もらったシャツというか。なんか昔に着てなかったしか、ね、よく撮ったったんね。それがね。本当のヴィンテージもやったんで。でもカツカツ。あ、これ仕立てなんですけども。もちろん。それで倍ないと今はダメです。すごいね。こんなに細かったのかってびっくりします。はい。
そしてもうね、その隣ですね、もう言うまでもありません、あの我らが中高年のアイドル工藤工藤工藤武でございます。一回この人だけでチケット何枚ってことやろうと思います、ね、はい、で、すいません、あの一番ちょっと高いところから失礼いたします、あの有限会社から2つ目、一応代表、あの自分何もしてないんですけども、あれやれこれやれと言って取締役です。山岸と言います、よろしくお願いします。お鉢が回ってきた、これどうして、はい、本当にこれ歌うの、ね、だいぶ切ったからね、頑張って、うわ、そうですね、中田社長が最初に、一番最初に歌ってね、声が、ボイスが聞いてると思うんですけども、ハイトーンの本当に、ね、素敵な、素敵なっていうかね、俺の表現はで、あのヒデちゃんの声はエロいっていう、ね、ツヤっぽい声してます、ツヤっぽい声してます、エロさを感じてもらえればいいかなって、この曲はそういう曲ではございません、ね、ね、子供たちの、はい、ね、ドラえもんっての映画のエンディング、最近の曲ではあるんですけども、まあ、ちょっと3年ぐらい前に自分の、まあ、同級生ですかね、吹奏楽部だったやつがちょっと交通事故で亡くなりまして、さっき井原さんも同じような話をしていたような気もするんですけども、これを歌うとちょっとそれを思い出してしまって、最後まで歌えるかなという感じの話をしますけども、ということで、まあ、もう本当に後半戦ですので、まあ、いたいと聞いてください、ひまわりの約束という曲です。その先で
友達のお墓も私知っておりまして、毎年同級生と最初のね、お大臣の中にあるんだよね。そうですね、はい、で彼、まあ、なんていうかな、一生懸命だったんです。あの中学校の時に部活がすっごく好き、音楽が好きで、トロンボーンが好きで、で、まあ、そういう彼だったもんで、10年ぐらい実は会ってなかったんですけども、みんな、まあ、お葬式に友達50人ぐらいわっと手つけてくれて、こんな形で会いたくはなかったよねって言いながら、でもその中で、まあ、何人か集まってバンドができました。まあ、金管バンド、まあ、糸水とか、ああいう糸が水素楽団とか、ああいうところに比べたらすごい ちっちゃいですし、そして、まあ、下手くそですけども、20年楽器を吹いてない連中がみんな集まって、まあ、忘れかけたこう情熱みたいなのをちょっと思い出してみようかということで、プラスミントトゥッティっていう、トゥッティっていうのはみんなで一緒にとかっていう音楽用語なんですけども、そういう楽団を立ち上げることができました。はい、という話です。こちらもなんですね、楽しい時間をね、本当にこんな夢心地 の音響の中で大勢の方の中で、ね、歌わせていただいて本当に感謝感謝感謝です。最後の曲になりますけども、今回ね、ひでちゃんの選曲で、今回2回目かな、何年か前に1回歌ったことあったのかな、素晴らしい曲なんですけども、今日ロケーションもすごく似合ってる曲で、熱き心にっていう阿久悠さんの作詞なんですけども、大滝さんの曲で最後お送りしたいと思います。このただ今断っておきますけども、この後のアンコールはちゃんと用意してあります。とりあえず言っちゃうんですよ。そんな人は全然いい。目の前の人なんかすぐ帰りそうな気がして。皆さんお願いしますね。そう、ちょっと引き止めておくためにはちょっと告知しとこうかな。では、熱きに心にお送りします。Thank you.
迷った日の後の
先日ね、先週、娘の結婚式でちょっと横浜へ行ってきたんですけど、そういうものがあったりすると、ね、子育てもしてないのに、ね、私は神さんしかしてないのに、無事に成長してくれたおかげでね、そのおかげで成長できたかなっていうのが実感できる日でした、ね。本当に最後の最後の曲です。知ってる方はぜひ一緒に歌って、ね、踊ってくださいよ、ね、涙を超えてで終わります。感謝の皆さんありがとうございました。心を
すごい良かったんですけども、ね、ありがとうございました。